はい、皆さんこんにちは、アランです。今回もウルバとやっていきます。で、今回は、お知らせの方を見ていこうと思います。で、まずイベントクエスト、イカルス星人襲来、まあ強化ってことはあれかな、 DNA がもらえるね。3900個もらえるらしいですね。イカルス星人あんま使ってないなまあ3900個あるんでね、星4か5ぐらいにはできるんじゃないでしょうか。1から育てても確かそれぐらいいけたような気がするな。星4ぐらいまではいけるかな、多分。まあ僕もこの機会にね、ちょっと育ててようかなと思います。で、次がジェロニモン降臨ということでね、まあいつもの前と同じかな、多分。ジェロニモンはね、かなり強いので、もしね、最近ウルバトを始めた方いらっしゃいましたら、ぜひ育てておいてもいいんじゃないでしょうか。まあ覚醒はジェロニモン来てないけど、かなりね、初期の頃から能力優秀なんでね、いつか覚醒とか来たらね、もっと強くなるんじゃないかなって思います。そしてね、これがメインだろう。これね、日曜日のね、お知らせがないってことだったんで、まあね、レジェンドキャラクターっていうことになるとは思ってたんですけど、はい、グリーザ第2形態ということでね、この前のイベントとかでもね、活躍というかね、かなりうざったい感じで出てはいましたが、やっぱそうじゃよな、レジェンドじゃよな。がー、いや、でもグリーザね、いいんですけどね、なんか僕としてはね、そういう、こう人型じゃないですか、よりはね、やっぱりこう怪獣っていうんかな、怪獣でいいんかな、そういう感じのがいいんですよね。まあグリーザも虚空怪獣ですけど、人型じゃなくて、なんかそういうスタンダードな怪獣型のやつが好きなんでね、これはどうしようかな。まあ能力を見ていこう。まず必殺技がグリーザーダークライトニングで、必要 SP が100、自分の HP が0になるまでの間、相手の攻撃、必殺、防御力、命中回避、運が超ダウンする。強くね、めちゃくちゃ強くない？自分が倒されんかったら、これが多分当たった相手に永続なんかな。でもさ、必殺で倒せそうな気するけどな。あ、そうか、倒せんかったらこの効果あるから、その高難易度というか、まあウルトラマンの降臨系とかでももしかしたら使えるんかな。そうやったら結構強い気がする。うわ、能力高え、戦闘力5000もあるぞ。必殺の威力もなかなかあるな。え、だ、強くね、スキル見た感じ。ちょっと詳細のやつ、あー、グラフもすごい、これすごい。防御力はじゃあ多分少ないけど、運がすごいな。こんなに飛び抜けとるやつってあんまいないし、 HP 攻撃も結構高い方で、回避もあると、やばいな。これ打たれ弱いけど、回避でその辺はカバーできる感じなんかな。あー、じゃあどうしよう、強っまあスキル見ていこうか。固有スキルが虚空を招く終焉で、長えなこれ。回避した時2ターンの間、相手の攻撃力、必殺、防御、命中、回避、運がウルトラダウンする。やっぱ回避推奨か。攻撃した時にアタック中からフェーズ終了時まで受けるダメージ量が、破滅的にダウンするんか。ちょ、めちゃくちゃ厄介じゃない、やば。バトル開始、自分がリーダーで相性、力、技、速の味方がいたら、1回必殺または攻撃を受けるまでの間が回避する。あー、強っ強くねこれ。で、覚醒したら、相性、力、技、かつ分類解除、味方は1回必殺または攻撃受けるまでダメージ量が打とうだ。へえ、サポート的にも覚醒者優秀になるってこと？強くねめちゃくちゃ強くねこれ。で、まあ命中がダウンするから、まあ相手がダウンするけん、自分も回避率が上がるって考えて、回避ダイアップ、 SP 超アップで、耐性のこのてんこ盛りのやつ、これやばくない？回避ダイアップと反撃強、これはえぐいよ多分。僕あのユーキラーザウルスになんか反撃強化がつけて使ってるんですけどね、回避した時のあれがほんまにやばいっすよ。一方的な感じになるんで、これをそのまあグリーザーって回避特化キャラで結構攻撃も高いじゃないですか、見た感じなんでね、えぐいことになると思いますよ多分これは。いやー、グリーザ第2形態か、欲しいけどストーンが足りるかな。
いやー、まあアリーナとかですね、まあ結局なんかレジェンドをあんまり使わんようにする感じのになったじゃないですか。でもね、意外とねレジェンドそのまま使う人多いんでね、そこにこいつが混ざってきたらかなりやばい気がするな。でも命中特化キャラでやったとしても結構この固有スキルとかが厄介やから、あーめんどくせえ敵やなこいつ。ガタのゾアぶつけるしかないかもしれんな、これは。もうチートにはチートをぶつけて対抗するしかない。いやでも欲しいけどな、意志がないんです。そしてヘルベロスが覚醒と、まあ即決ボーナスついてまた登場ということで、どんな感じなんだろう。1回攻撃を受けるまでの間、攻撃と命中が大アップして1ターン目潜伏する。1ターン目潜伏ね、結構いいんすよ。フレンドさんでねちょっと使わせてもらったんですけど、かなり、罵倒中1回のみ必殺攻撃をした時、次フェーズ終了時まで潜伏、相手の HP をゼロにした時、自分の HP がゼロになるまでの間、通常攻撃属性闇の味方の攻撃口は、へえ、あーなるほど、闇のサポート系としてもいいんかな。これは相手の HP をゼロにした時っていうのは、自分がゼロにしたんじゃなくても味方がやった時にもなるんかな。それだったらね結構いいんじゃないか。まあ、ヘルベロスはなんか攻撃が結構高いんでね、そういう敵を倒すっていう面ではかなり使えるキャラだとは思うし、その1ターン目隠れるもあるし、この必殺をやった時も潜伏できるから、さらにねそういう自分が対象にならんかった場合はかなり強いと思いますね。エタルガーがまた来るね。はい、まあエタルガーもね、まあ僕持ってないんですけどね、あんまでも使いよ人見ないんですよね。アリーナとかではいるんですけど、フレンドで持ってる人もあんまいないんで、ここはちょっとエタルガーは僕は保留ということで、多分まだいいかな。厄介ではあるんですけどね、戦った時に。そして入っていたガタノゾーアね。ガタノゾーアはもうめちゃくちゃ強いっすよ。もうほんまに強い。こいつ以外が全滅しても勝てる場合がたまにあるっていうのがね、このキャラの恐ろしいとこ。ほんまに。そしてこの日替わり限定出品ということで、この辺の怪獣が出てくるのが、偽メビウス結構、あれやな、出品頻度高い気がするな。スキューラ欲しいな、スキューラ。一応キングオブモンスをね、星6にしとって、バジリスがまだ星5なんでね、ちょアリーナコインでワンチャン交換しようかなって思ってるんですよね。そんだらね、スキューラおったらね、その、パーティーが組めるじゃないですか。なんでね、結構ね、スキューラもいいと思うんですよね。結構戦って厄介なんで。ジオラマね。ジオラマパーツ見るの俺結構好きやからな。あー、グリーザだけか。なるほど、グリーザのあの、エフェクトとかがないと。グリーザのエフェクトってさ、意外といろんな場面で使えそうな気がするな、パーツとして。ね、あったらいいけど、まだそこはないと。で、メンテナンスがいつもの時間ということで、はい。やはり今回の目玉はグリーザ第二形態やな。これをかなり強いと思う、俺的には。まあそんなに僕はガチガチでやってはないけど、そのカジュアルプレイヤー目線で見てもかなり強いキャラだと僕は思いますね。まあ移動力が2っていうのがね、ちょっと救いというかね、その辺はでバランスを取れとんかなっていうふうには思うけども、それにしても強いと思うな。やっぱ回避キャラってね、まあかなりね、あんまりいないけど強いやつ多いんで、これはちょっとね、僕今意思なんぼだ、6210か、6210はちょっと怪しいな。こう、まあ、ちょっとハイパーゼットン君もちょっとお悩みということで、首をめちゃくちゃ動かしておりますが、ね。ちょっとどうしようかな。まあ、これはちょっとまだ明日のね、そうか、トライアルもないから、ちょっと考えよう。ちょっと皆さんの意見も取り入れて考えます。去年の12月ってね、確かね、その今の時期ぐらいにベリアルが出品されて、その年越したあたりで、確かダークロプスじゃないわ、ゼロダークネスか、が実装されたんですよね。まあ僕はゼロダークネスをその時買ったんですけど、なんかそういうパターンでね、なんかもう一体レジェンドが来るんじゃないかっていうね、感じもしてならないところ。そこをどうするかよな。
そこはちょっとウルバト運営と俺のね読み合いをが始まってしまうよな。まあそこはもう、ちょっとねグリーザが、ね、思って強かったら買うかもしれんな、課金してでも。ということで今回はこの辺りにしとこう。とりあえず皆さんのね意見とかも聞きたいと思うので、またよかったらコメントとかしてくれたら嬉しいです。ではさよなら。